アメリカ・ペンシルバニア大学の教授で生命倫理の分野における世界的な権威アーサー・カプラン博士が最近ホワイトハウスのサイトで署名活動を展開しアメリカ政府に中国の臓器愛の調査を促しています1ヶ月間で2万5千人の署名が集まった場合オバマ大統領はこの問題への解決に取り組まなければなりません強制臓器摘出に反対する医師の会の医師は この活動は善良な人々に行動を示す場を提供し、中国での罪悪を制止するためだと述べます。2006年、中国のある軍医の妻が、中国でファルン学習者らが生きている状態で臓器を摘出されているとの驚きの事実を明かしました。しかし、この恐ろしい証言は、21世紀に生きる多くの人々には信じてもらえませんでした。 しかし、その後のさまざまな調査結果が発表されるにつれ、人々はこの残酷な事実を認め、目を向けざるを得なくなりました。 アレジャンドロイ氏は自身が説得された2つの事実を挙げます。まずは中国では毎年およそ1万例の移植手術が行われている一方、ドナーによる臓器提供はわずか5%。では残りの95%の出所は一体どこなのか。もう一つは1999年のファールゴン弾圧から中国の臓器移植が急増しているのはなぜなのか。 2011年6月、アメリカの非移民ビザ DS-160 の申請書には強制臓器移植に加担していないかについての記入が義務付けられています答えがイエスであればビザは拒否されますこのことからもアメリカ政府が臓器狩りの証拠をすでに把握していると推測されます 12月2日、アメリカ生命倫理学分野の権威、アーサー・カプラン博士が、ホワイトハウスのインターネットサイトで署名運動を展開し、オバマ大統領に中国の臓器狩りに対して調査を行うよう促しています。1ヶ月間でアメリカ在住の2万5000人の署名が集まった場合、 オバマ大統領がこの問題を避けて通ることはできなくなります。アレジャン・ドロイ氏は、生体臓器摘出はナチス以来の医学界で発生した最も残忍な罪悪で、これは人類全体に対する罪であり、生死のためには一人一人が行動を取るべきだと呼びかけます。また、署名活動は善良な人々に行動を示す機会を与えているのだと示します。 we feel that if they can learn about these crimes, they will want to speak out. and sometimes people don't know what to do. Um, so we're giving them a means by which they can directly speak out and raise their concerns to the white house and hopefully bring these crimes to an end and save the lives of countless innocent people. 听到吗？妈被……你深入了解到，为什么？亿万富我的中国当局信息不公的。的的 3> 3 itions, 有人说他是专制统治，正处于危险之中。严打大于家法。